名前は。リヴァイ。ただのリヴァイ。そうか、クシェル。名乗る価値もねえよな。愛想のねえ死にかけのガキ。クシェルの忘れがたみはそれだけだった。こいつを見殺しにできるほど人を捨ててねえが、親に飼われるほどできた人間じゃねえ。俺が教えられることは多くねえが、まずはナイフの握り方。要はこの地下街で生き延びる術を教えたまでだ。ここから出て地上に行きたきゃ勝手に行けばいい。ただし、その時はお前自身の力でな。この世で一番偉いのは、この世で一番強い奴のことを示す。力さえあればいいんだよ。少なくとも、妹みてえな最後を迎えることはねえだろうからな。おい、いつまで懐に抱えてるつもりだ。え？死んじまうだろうが。だって、あったかいと思って。どうしたんだ、鳥なんて。迷い込んでたんだ。多分、通風口から。だから、地上に出してやろうと思ってさ。バイの兄貴か！兄貴？な、頼む！私も仲間に入れてくれ。え？あんたたち立体起動装置使ってたろ。見たことあるんだ。すっげえ羨ましかった。鳥みたいに飛び回ってさ。あれやってみたいんだ私も。どうする？ねえ、ここにいるなら立体軌道より先に掃除を覚えろ。Just never comes.
調査兵になったか俺にはわかる気がするよ。俺らはゴミ溜めの中で生きるしかなかった。その日を生きるのに精一杯だよ。世界はどうやら広いらしいと知った日はそりゃ深く傷ついたもんだ。だが救いはあった。やりたいことが見つかったんだ。単純だろう。単純だが実際人生を豊かにしてくれるのは趣味だな。趣味か。俺の部下の頭を吹っ飛ばしたのもあんたの趣味か。ああ、大いなる目的のためなら殺しまくりだ。お前だっててめえのために殺すだろう。ああ。リヴァイ、本当はおめえに構ってる暇なんざねえんだが、ここを突破されちゃ元も子もないんだな。仕方ねえ、遊んでやるよ。ほら、ベロベロベただの兄貴だ。あの時なんで俺から去っていった。俺は人の親にはなれねえよ。人類の役に立てたでしょうか。お前は十分に活躍した。そしてこれからもだ。お前の残した意志が俺に力を与える。約束しよう。俺は必ず巨人を絶滅させる。